新年明けましておめでとうございます。ありがとうございます。去年はありがとうございました。今年も1年間優秀頑張っていきたいと思います、はい、というわけで新年第1回目の企画としては新年社会やりたいと思います。新年社会とはじゃんじゃんです。ここにテロップ載せときます、はい、やっぱ新年一発目ということでね、1本目から出ていきたい。はい、ぜひそれをねよしきと勝負していきたいと思います。それでは実況はカイザーが行っていきます。久しぶりのこういう編集ですね。今年は犬年ということでとてもいい写真かなと今思っております。私事なんですけど12月に1兆円に2回ほどかかってしまって、そのうち1回が生ガキで当たってしまったんですよね。まあこういう当たったということで今年は本当に特に的中率をガンガン上げていきたいなということをまあ今目標としています。それでは1本目さてどうでしょうか。おっとお見事当たりました。やとびもとても綺麗で綺麗な離れが1本目にできておりました。嬉しいです。それではカイザー選手の2本目になります。最近弓道で意識していることは特に胴作りっていうのを一番重要にしてます。体の中心を、まあ、軸にして弓を引くように意識しております。そして2本目、おっと当たった。結構いい場所に当たりました。お見事、2本中2本の当たりになります。それではよしき選手の1本目になります。よしき選手がこの前動画を、まあ、お悩み相談でちょっと皆さんにお出ししてたくさんアドバイスをいただいたんですけど、その中でも今意識しているっていうのが湯構えでの、肘の張りっていうのをしっかり意識しているそうです。あと下筋もしっかり使うように引くっていうのをよしき選手はおっしゃっておりました。それではよしきの第1本目、果たしてどうか。お見事当たりました。1本目的中になります。ありがとうございます。それではよしき選手の2本目になります。いろいろ意識していることはあると思うので、まあなんか他にも話したいことがあればよしきちょっと動画お願いします。それでは2本目です。お見事まっすぐ当たりました。綺麗な当たりです。あ、ちょっとドヤ顔してます。はい、お疲れ様でした。新年社会の結果が2本引き上げました。お疲れ様でした。いい新年の始まり方でよかったね。すげえ嬉しい、はい、僕もあの皆さんとこの前の動画のコメントを見て改良した結果あの結果になったので、はい、とても良かったです。ありがとうございました。新年社会皆さんも。ちゃ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 油そば食いに行くぜ。